山田隆10月1日から1944年6月11日は日本の海軍軍人。伊ニジュ潜水艦長として真珠湾攻撃、ディエゴスワレス攻撃で高標的搭載艦を指揮。真珠湾攻撃では、広尾明、片山・義シディエゴスワレス攻撃では、秋江三郎、竹本正美が山田の元から出撃した。 朝鮮攻撃においては8隻を撃沈、1隻を撃破する戦果を挙げ、アゴ作戦に関連した作戦行動で第34潜水隊司令として戦死。最終階級は海軍少将。海戦前連合艦隊最後の首脳会議に出席した折の清水テルミダイロク艦隊司令長官。清水はこの翌日に特別攻撃部隊幹部と作戦打ち合わせを行い、 登場を飲酒用を容易にするため夜間攻撃を求める。しかし定調は生還するつもりは少しもありませんと回答し、最終的に昼間実攻撃が実施された。山田は佐賀県出身の海兵49期生である。1921年に中尉の席次で海軍兵学校を卒業した。小委任間は翌年5月である。 10科学校の普通科学生などを経て、注意で第14潜水艇隊譜となり、ついで水雷学校高等か、潜水学校を討つしに学び、潜水艦船,船交渉校となる。潜水艦航海長や水雷長を経て、旅30、九29三十32、六63の各潜水艦長を歴任した。1935年には潜水艦長養成課程である。 潜水学校講師で学び、卒業後予備官となっていた E58 潜水艦長に補えされる。同艦は海外3型潜水艦の一艦で、日本式潜水艦はようやくその体をなしと評価された大型艦であった。県 E57、E55 潜水艦と予備艦の潜水艦長を経て E64、E60 の潜水艦長を歴任した。 e 6 0は、前任艦長時代に、同艦乗員の責任とされる I63 との衝突事故を起こしていた艦であった。新珠湾攻撃1940年3月、中佐に進級していた山田は、e 2 0偽装委員長に補いされ、春光後初代艦長に就任する。e 2 0は、海軍潜水艦部隊の精鋭を集めた第一。 潜水船体の第二潜水隊に所属し、真珠湾攻撃では、港湾侵入攻撃を予定された、公表的の搭載艦に選ばれた。この部隊は、佐々木半球大佐を指揮官とし、公表的後、潜水艦後で構成され、特別攻撃隊の名称を付与された。公表的搭載艦の艦首は、大型巡洋潜水艦の兵型であり、太平洋上同区米海軍部隊の発見。 追跡、攻撃を期待されていた最新鋭艦で、また後艦艦に装備がないため公表的の搭載が可能であったことから選ばれている。しかし、公表的の存在は部内でも否得されており、佐々木大佐にも目的を示さぬまま搭載に必要な工事が実施される。佐々木は第六艦隊首脳に交渉し、1941年10月に佐々木、 各潜水艦長にその目的が明らかにされた。11月14日、第6艦隊首脳と佐々木、山田ら潜水艦長、岩佐直次ら公表的定唱は作戦打ち合わせを行い、18日には原田里氏、有泉隆之介、連合艦隊水雷参謀有馬高康氏、そして山田ら特別攻撃隊幹部が集い、装甲の場が設けられた。同日、 山田は伊、e、2 0を引き、クレを出撃した。文後水道では、連合艦隊機関の長戸と行き違い、山本56から、あらかじめ成功を祝すの激励を受けている。伊、e、2 0に乗り組んだ、公表的上院は、山田の同郷の後輩である、広尾明、そして片山義雄であった。広尾、片山邸と推定される、公表的の引き上げ。広尾は攻撃実施後に、 ハワイへ上陸して戦う意志を示していた。両名は艇内を脱出したと考えられている。特別攻撃隊は攻撃予定日に間に合うよう、ミッドウェイの紹介圏を通過して、真珠湾に向かう。公開中は、昼間は、先行、夜間は浮上し、公天の中で公表的関連の整備を繰り返し、12月3日には、新高山登れの連絡を受け取った。6日、 公標的を搭載した5隻の潜水艦は、新湾付近に到達し、最後の準備を行った。8日午前0時台から、公標的は順次出撃し、広尾、片山邸は2時57分、新湾港151度、距離5.3海里から E20 を出撃した。その後の行動の詳細は不明であるが、米海軍艦艇の爆雷攻撃を受け、1960年に、 ヒッカ無飛行場沖で発見された公表敵であると推測されている。特別攻撃隊の各潜水艦は真珠湾港の監視を続け、8日夜にラナイ島付近の収容地点に向かい、イニジューは同等西方の第一収容地点で公表敵を捜索しながら帰還を待ったが、12日午前0時30分に捜索は打ち切られ、ケゼリンへ帰還した。 1942年1月4日、フィジー、サモア方面の偵察に出撃した山田は、パゴパゴの砲撃などを行い、24日に帰還した。2月3日、山田は、今泉、松村幹事と共に軍令部総長、長野治に面会し、真珠湾攻撃に関する作戦報告を行った。海軍大臣、島田茂太郎からも、異論の言葉を受けている。 ディエゴスワレス攻撃公表敵の第二次攻撃を担う第八潜水戦隊が編成され、イニジュ0は2月に第八潜水戦隊所属の第一潜水隊に転属となる。司令は再び今泉基次郎であり、イニジュ0は司令潜水艦に選ばれた。公表敵に対しては装備の改善、定員に対する訓練の強化が実施され、第二次攻撃の実施が決定する。 第一潜水隊は、横須賀で、艦、機関、兵器の整備を受け、乗員の休養も行われた。第八潜水船隊は、インド洋方面で活動する、高戦艦主隊、豪州方面で活動するオツ潜艦主隊などに、区分され、イ2十は、全社に編入された。この部隊は、イ2十のほか、報告丸、愛国丸、イュ0イ16、イ18、 さらに使い独占水管作戦の先陣を予定されていた E30 からなっていた。E20 の公表的定唱は1940年11月に岩佐直司と共に第一期公衆院に発令された2名のうちの1人であった秋枝三郎、イフは竹本正美が選ばれている。E20 は2月20日にクレイ移動し、さらに装備改善が実施されている。 ペナンへの出港は、第六潜水艇事故で殉職した、佐久間務村の命日である4月15日である。翌日、山田らは、連合艦隊、第六艦隊を訪問し、山本五十六から、諸突防止を戒められ、小松照久からは、激励を受けた。この航海では、今泉昭悪の下で、自動検証装置の訓練、公表的との合同訓練が実施され、また、 日本海軍の砲艦に誤認され、砲撃を受ける事態もあった。公表的、第二次攻撃隊員。前列中央はキエダサその後ろ、竹本正美。前列右端は、岩瀬勝介、後ろに、高田光山。4月30日、イニジュは、フェナンを出撃し、インド洋に進出するが、未だ攻撃対象は決定していなかった。 連合国側の商船を複数発見しているが、攻撃を避け、洋上での3度の燃料補給を受けつつ待機していたが、5月18日に、大うねりによる浸水で両元気故障などの損傷を受けた。両艦も同様の被害を受け、イ18は作戦参加を断念するに至った。公表的の港湾侵入計画は、今泉と秋枝が相談して決定し、 山田も一部相談に預かっている。石崎司令官は、微信政権から英国が奪取したばかりのマダガスカルの、両校、ディエゴスワレスを攻撃対象に選ぶ。イジューの偵察機によって、英国海軍艦艇の在白を確認した上で、攻撃実行が決定した。5月30日、山田の意見が加味された、イニジューの港湾接近が実施された。同日23時30分。 秋枝と山田の間で最後の会話が交わされ、秋枝、竹本邸は出撃した。山田の言葉は、しっかりやれであった。E16 からは、岩瀬勝助、高田光さんの両名が出撃し、公表的は、戦艦、ラミリーズ大破、輸送船、ブリティッシュロワイヤルズ撃沈の戦果を挙げた。この攻撃後2名の公表的上院がマダガスカルに上陸し、 英軍と交戦し戦死している。戦後デニスウォーナーの調査で、この乗員は、山田宛ての封筒に来撃成功を記したメモを、所持していたことが明らかとなり、2名は、秋枝、竹本と考えられる。イ20は6月3日まで乗員を待ったが、4名の乗員はすべて戦死しており、帰還者はいなかった。交通破壊戦、イ20は、交通破壊戦に移り、 連合国商船に対する攻撃を開始する。行動海域はモザンビーク海峡であり、5日に武装貨物船を雷撃によって撃沈したのが最初の戦火であった。続いて8日、11日に各一隻12日には三隻を撃沈した。このうち一隻は浮上砲船による戦火である。指令の今泉は、この12日のイ2ジにつき、 当時においての潜水艦通商破壊戦史上、特筆されるべきと述べている。この間の戦火は合計6隻であるが、戦後の認定では5隻、約2万5千トンの撃沈である。17日に各潜水艦は補給を受け、イ20はアデン海湾での攻撃に向かい、撃沈1、不確実1の戦火を挙げた。戦後の認定では2隻。 契約1万トンの撃沈である。総合戦火は7隻、契約3万5000トンの撃沈であるが、戦望鏡の故障、魚雷の不発などのトラブルもあり、また、浮上砲戦の際、反撃を受けて攻撃断念に至った事例もあった。日本への帰還は8月23日、山田は E20 から E10 潜水艦長に転じる。E10 は、 マダガスカル攻撃を共にした第一潜水隊の両艦で所属は同じく第八潜水船隊である。E20 とは異なり、大型巡洋潜水艦の高型で機関設備を備えていたが、公表敵を搭載することはできない艦種である。同艦は整備を受けた後、10月21日に南方へ出撃する。2月前にはガダルカナル島の戦いが始まっており、 日本海軍の潜水艦戦艦部隊は、その隊部が南方に進出したのである。移住は、兵潜水部隊に編入され、トラックで公表的の訓練に従事し、公表的によるルンガ白地攻撃にあたっては、イ176と共に紹介隊を務める。1943年1月には、ガダルカナル撤退作戦が発動となり、移住は、ニュージーランド、 フィジー方面の交通破壊戦を命じられ、7日に出撃した。山田は一隻を撃沈、一隻を撃破する戦果を挙げ、また、ヌーメアの飛行偵察、トレス諸島の偵察を実施した。3月15日に帰還の都につき、サセボへの到着は21日である。4月15日付で退官し、クレチンジュフフとなり、翌月1日に大佐へ進級した。 潜水艦長への補食は中佐までであり、山田は潜水学校教官に就任。翌年3月まで在任し、潜水艦上院の教育訓練に従事した。この時期、日本海軍はギルバート作戦で9隻中6隻を失うなど、徐々に戦力を失っていた。1944年4月7日、第六艦隊所属の第34潜水隊司令に補いされ、 山田は再び海上に赴く。指揮下の潜水艦は海中7型潜水艦で最も実用的と言われた艦種である。潜水艦長は単位クラスであった。日本海軍は連合国との決戦に備え、アゴ作戦を準備していた。第34潜水隊は第1潜水部隊に属し、山田機下の両42、両44、両47はそれぞれケゼリン。 ブラウンの偵察、ニューアイルランドでの3回待機などの任務が課せられた。他の両40番台の各艦も各々の作戦行動を行った。6月9日、千葉や武彦が指揮する最運がメジュロ艦長への長距離飛行偵察を行い、連合国艦船の不在を確認した。連合艦隊司令部は、連合国がすでに美白島攻略船を開始していたため、機動部隊は、 パラワ方面に来襲する可能性が高いと考えていた。しかし、6月11日に実際に来襲したのはマリアナ諸島であり、サイパンの戦いが正規する。山田の司令潜水艦であった両42に対しては、偵察対象をケゼリンからメジロに変更する命令が下り、13日にはグアム島東方へ進出命令が下された。しかし、 両42は、消息を絶ち、7月12日付で乗員に対する、戦死認定が行われた。両42は、米海軍の駆逐艦、バンガストのレーダーによって発見され、ヘッジホック攻撃で撃沈されていたのである。山田ら、両42の戦死者は73名、戦没地点は、ケゼリン付近である。日本海軍の潜水艦は、サイパンの戦い。 マリアナ沖海戦に36隻が参戦し、20隻を失った。予備艦時代のため、艦長たちの軍艦誌にはこの履歴は掲載されていない。友永秀夫参照。昭和天皇の誕生日であった4月29日を出港日としていたが、準備の関係で30日となった。たゆみなき進撃の個々の激鎮を合計すると6隻となるが、 同社の今泉の報告は5隻となっている。艦長たちの軍艦誌では8隻の撃沈となっている。軍令部はインド洋方面での第8潜水戦隊による交通破壊戦を重視していたが、連合艦隊司令部の移行で1個潜水隊を除きガダルカナル方面に集中された。連合艦隊司令部の敵艦隊重視が現れた例である。潜水艦の潜没状況は 不明なことが多く、連絡が途絶えてから1月経過後に選手認定が行われていたため、公式の選手認定日と実際の選手日は異なっている場合がある。ありがとうございます。